はい、また売れてたみたいですね。おめでとうございます。まあこのペースは変わらないんじゃないですかね。まあ、吉田さんの場合は価格帯もたくさん持ってますし、今回の商品買わない人にも他の商品を売るっていうチャンスがね、いろんな角度から試されてると思いますんで、チャンスは繰り返されるんじゃないかなと思います。そしてですね、吉田さんの商品を欲しがってる方っていうのは多分リピートすると思うんですよ。まあ今までもそうだったと思いますしね。でこの動画のやり取りも結局リピートみたいなもんじゃないですか。あ、また送りたいなと思うから送るし、また見たいなと思うから見るしみたいな感じで、一定の期間私たち以外の方も見てくださってると思うんですよ。たまに評判聞きますし、それからね、吉田さんと私の動画のやり取りを見て、信用できるなと思って商品を買うっていうルートも引けてると思うんですよね。うん、一つには継続してるっていう何よりも証拠がありますし、どこからどう見ても動画を見なくてもね、動画の更新自体は確認できますんで、こうむちゃくちゃすごいなっていうふうにね映ると思うんですよ。で稼げてない人っていうのは継続がまずできてないですから、だから継続できることにものすごく大きな憧れとギャップを感じるんですよね。うん、でもやっぱりね、私や吉谷さんはね、やっぱりお互いに確認するところですもん。継続せずに成功できるほどの天才じゃないと自分のことを分かっているんで、継続するしかないかなと。継続して少しずつ積み上げていくっていうところでしか、ゴールには向かわないかと思うんですよ。ちょっとお笑い話なんですけども、アポロ計画っていうのがありましたよね。で月にね、ロケットを飛ばして、で人を送っていこうっていう計画のことだと思います。私たちが生まれた時ですね、1972年か4年ぐらいにアポロ計画っていうのは実現したっていうふうに聞いてます。その頃に初めて人間が月に行ったみたいなね。でもこのアポロ計画っていうのはね、やっぱり公共事業ですから、NASA をはじめとしていろんな関係機関がいろんな書類を書いてですね、その書類を認定を受けて安全性とか予算とかに承認をもらって、それからまた計画を進めるってことを繰り返したんですよ。つまり継続です。その継続の過程で書類ってのは一枚一枚ペラペラですよね。でもそれをいっぱい書かなくちゃいけないんで、当時パソコンとかないですからね、本当手書きが多かったと思います。図解りとかね、図もやり直したりとかして何回も何回も書いて、紙がものすごくいったんです。何十万枚とか何千万枚とかっていう紙で資料がやり取りされたんですよね。ですんでこのままだったらロケットで月に行かなくても書類を積み上げて月に行けるんじゃないかなって言われたぐらいだったんですよ。そのぐらい月に行けちゃうぐらい私たちは積み重ねっていうことを介して目標を達成できるんじゃないかなと思うんですよ。で自分の人生で足りない場合は、人生ではなくて人種ってものでね、何千年もかけて人は一つの思いに達するっていうことなのかもしれません。で自分の志を継ぐ人っていうのは、次の世代じゃなくても横の世代でもいいわけですよ。つまり私たちが何かね、ことを成した時に、その成したことに対して志を継ぐ人が同じ世代にいれば、同じような結果を出す人が少しずつ増えていくんじゃないかなっていうところもあるんですよね。まあその一つがビジネスで売り上げを得ることなんですけども、インターネットのおかげで本当に学びやすくなって、納品もしやすくなって、発注もしやすくなって、それから広告もしやすくなりましたよね。で通常ね、営業活動って寝てちゃできないじゃないですか。でもインターネットのおかげで私たち寝ていても注文が入るし、寝ていても納品されるし、寝ていても入金がされるしって感じなんですよ。もちろん起きてる間にそれだけのことをやるからこそ、寝てる間にもそういう現象が起きるってことになりますけども、少なくともインターネットができる前っていうのは寝ていたらね、何も起きなかったんですよ。私が幼い頃でも近くに商店街がありましてね、で夜8時とか9時に、しまった、明日学校にシューズを持っていかないといけないんだ、シューズないよどうしようっていう時に、近くの商店街に行ってシャッターをねガンガンガンって叩いて、すいませんすいません、ちょっと靴1個売ってください、シューズお願いしますって言うんです。そしたら店主の方がね、お風呂から上がってきて、で、はいはいはいって感じで出てきて、うん、ちょっと今日は店終わったんだけどね、いいよ売ってあげるよ、これ3000円ねみたいな感じで売ってくれたりするんですよ。そんな感じだったんですよね。その時代から今に至るわけなんですよ。まあ当時はお店と住まいが一緒になるところがほとんどだったんで、商店街っていうのはそれが効いたんですけども、しばらくしたらね、働くところと住まいっていうのが別々になって、しかも働くところっていうのはスーパーとかショッピングセンターみたいに、なんかいろんな人が一箇所に集まって違う店をそれぞれやるみたいな感じになりましたよね。商売の形っていうのは様々変わったもんですけども、まあ、今はねさらに最強なのはやっぱり個人商店みたいになりましたね、元通り。まあ、つまりは夜中にダン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 って
ね、シャッターを叩かなくてもメールで送ってくれればメールで返信もできるし、自動配信の仕組みもあるしって感じで、もう店主がね、風呂上がりにお客さんが急に来たからって言って起きなくてもいいし、でお客さんもね、暗い道を走ってシャッターが閉まったお店を叩き起こさなくてもいいようになりましたよね。なかなか昔のことを思い出すと楽しいですよ。そういえばね、私ね、幼い頃ね、夜中によく熱を出したらしいんですよ。で夜中に母親がおぶって病院まで、近くの診療所まで行ってくれて、営業が終わった診療所を戸叩いてね、すいませんっつってからね、もう眠っているお医者さんを当直している看護婦さんと一緒に来てくれて、なんかその座薬をね与えてくれたりしたみたいですよね。で先生が言うには、いやー叩き起こされてばっかりなんで、ね、私の寿命が一番縮まりそうだよっつってからね、60代でお亡くなりになったらしいです。実は余談でしたね。はい、じゃあこんな感じで販売は本当にすごいなと思います。今回のテーマはね、やっぱり商店街のショーでいきましょうか。飽きないです。